昨日は課題だったライディングフォームを変えるってやつは、うん、ライディングフォームをトライはしたんだ、3割ぐらいできたかな、はい、でもあのトライした瞬間にラインも違うだろうみたいな。あのペッコのライディングを真似したんですか。お疲れさん、よくぞ来てくださいました。はい、ひじたち、はい、はい、よー、はい、ありがとうございます。おい、ちなみにどっから来た。小田原です。はい、京都です。はい、広島です。はい、群馬です。ありがとう、ありがとう。嬉しいね。サロンメンバーの宮本、はい、宮本です。この中ずっと一緒にこき使ってます。すごいですね、メディアなメディアで、ヤナちゃんの、はい、サポート役、ヤナさんのサポートと、サラダさんのサポート。着いたのは何時頃？みんなバラバラだろ。俺はもう10時ぐらいです。うん、だから少しはさっきの、あ、見てました、見てました。僕がその後ですね、11時ぐらい。2人は一緒に行ったんだよ。そうです。10時に着いて、コレクションホールに行って、で、うん、で時間、2時間ぐらいいて。おうおう、余裕じゃん。今日はあのさっき送ったように、2番手で、はい、25分走らせてもらうんで、はい、だから、25分あれば、かなり、いいリズムのところに、いつも25分から30分ぐらいの時に一番最後にいいリズムのところに行くと。なるほどなるほど。で、何回走ってもそこに行くまでにウォームアップがいると。もう一度一からやり直してる感じだね。だ、若い時だったらすぐにね、いけるけど、うん、いけるけど。昨日は課題だった、ライディングフォームを変えるってやつは、うん、ライディングフォームをトライはしたんだ、3割ぐらいできたかな。でもあのトライした瞬間にラインも違うだろうみたいな。あのペッコのライディングを真似したんですか。そうすごいな、肘出しを。うわ、まあそこまで極端には寝ないにしても、でもあのフォームの写真が誰かが撮ってるかもしれないね。ちょっとあのマシンから体が下に出てるやつは。でも現役時代あんな感じでしたよね。あの NS の、うん、何年だっけな、82年の時の NS かな、が16インチ18インチの時にああいうフォームだね。肘すったことがあるもん、あの当時で。それに近いようなフォームのもっと極端なのが現代版なんで、だから、まあ、思い出そうとすれば多分やれるだろうけど、なかなか35年ぶりに思い出すのも。いやいやいや、無理だ。もうあの忘却に入りかけているメモリーを。そんなことないよ。そんなことない。そこは突っ込めないですけどね。突っ込みたいと思います。絶対突っ込んだら受けると。思い出せるのかよみたいな。キヨさんだったら言う。あ、はい、どうもどうも、午前中は。おお、来た来た来た、バートメンバー。はい、おい、ゆうはちゃん、ありがとう。よくぞ来てくださいよ。おーす、おい。俺の、兄弟分の、マーク井上、まあ亡くなったんだけど、マーク井上の奥様で今の新しい旦那さん。どっちもさ、イケメンで、どっちもがっつり型だよ。いやいやいや、よくぞ来てくれました。さっき送ったみたいに2番手で、はい、25分ぐらい走るんで。北山さん、顔が若くなってる。あれ、そうね、だいたい60過ぎると若返るんだよ。リターンだから。今だから、60マイナス9つだ。51。なんか本当で今なんかリップサービスじゃないぐらいだな、麻酔が言ったのは。目がさ、俺を帰ってこうやって見る。ちょっとびっくりしました。俺男にさ、足元まで見られた。いい女かなみたいな。いやいや、俺はそっちの毛があったんだ。いや、ちゃんと言えよ、俺もその明かすから。いや、怖い怖い、迷ってるから。大丈夫だから、大丈夫。
奥様、こんな美しい奥様をそばに置いておいて。ユーハでーす。あ、天気が青空。最高だよ。いや、天気持つ可能性あるよ。払ってきましたよ。皆さん、晴れ男結構多いかもしれない。お嬢さん、何いいと散歩引いてる。はい、はいはい。いやいや、短い時間しか今日、こうやってね、会えないけども、まあ、これを、YouTube で、動画残して、みんなの顔がしっかりと、来てくれたよっていうのと、この後転ばずにちゃんと走るから。コースガイドも芝刈りもなしで。ない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 。ちなみに今こっちの、片山サドンのメンバーには言ったんだけど、昨日15分と6分ほど走って6分の走行でコースアウトしました。急ぎすぎて1コーナーで抜けるかなと思って抜こうと思ったらインガーに、あまりにもインガーに入りすぎていて、スピードそのままだろうお前っていう感じでもうそのままコースアウトして転ばずに戻ったけど、まあ今日はそういうこともなく、安全に、楽しく、皆さんにおー来てよかったと楽しんでもらえるように、はい、いやいや、もう君たちの応援が、お、応援団、すごい、え、ほら、おお、え、誰の連れ？このために、でもここに来てるっていうのは誰に聞いたの？見つけたんでしょ。見つけた。あ、見つけたの。全然いた。おー、すごいな。おー、どっか行ったの。もう家族に行けないんで、すごく残念がってたんです。山形さん、いつも見てます。ありがとうございます。僕ずっと黙ってたんですけど、山ちゃん黙ってて、はい、黙ってて山に戻ろうと思いまして、コレクションホールに行こうと思って。毎年は入れたんだけど、今年だけね、入れなくて、で第一、バイパスも封鎖されてるの、うん、それも知らなくて、ね、はい、よかったじゃん。あ、すごいね。はい、どこに書いてもらうのか、はい、うわ、この本はでもよく持ってきたね。珍しいですよね、はい、もう手に入らない、もう手に入らないもんね。もう感激です。この間山ちゃんがあるライディングの本をね、煽ったもんだからね、何万円とかになってね、文句言われたよね。めっちゃ怒られました。怒られたよな。はい、山ちゃんが煽るもんだから俺たちはもう買えねえじゃないかって言われてな、なんか山ちゃんのせいになってたから。それとこが目立つかもしれない。ああ、いいねいいね。中山もう一応、はい、お話をしてる最中に皆さんすいません、なんか涼しく、いや、思いは一緒ですから。これは僕も見たことがないな。逆にサロンとかに入ってもらったらここですか、なんか、ね、はい、どうしよう。サロンの案内をしてあげてください、誰か、はい、どうしよう。いや、一番のファンは主人なんです、本当は。黙ってるけど。次、2番です。君は騙されたわけね。はい、お名前は。志村健二です。志村の志は志す。そうなんです。すごいな。いや、ケム志村の彼も、はい、まだ乾いてないよ。もうこれも肘つきそうな感じやね。これちょっと開けといた。ありがとうございます。はい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 。握手させていただいていいですか。はいはい。コロナ握手。出していけないんだ。ぜひちょっと写真を撮りましょう。はい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 。はいはい、みんな手やないよ。みんな行くみたいな。手やないよ。手やないよ。ありがとうな、来てくれて。ありがとうありがとう。いやいや、お前はいいじゃん。どうも、参りました。痛かった。初めまして。初めまして。写真撮ってスマホ。とりあえずここで撮ります。もうちょっと時間がないんで、はい、入れてください。はい、じゃあ後で送りますんでね。はい、一緒に入って、はい、ちょっと瞬間だけマスクパッと撮りましょう。はい。いや、サイズだからいい。はい、せーのー。はい。ワン、ツー。うわっ。はい、もう一枚いきます。うわっ。はい、オッケーでーす。はい、みんな集合写真。はい。はい。山ちゃん向こうから撮って。はい。はい、頼むよ。はい。はい。はい、みんな、はい、座ろうかね、前列。おいおいおい、
来いよ来いよ。よう間に合ったね。おーダッシュで。おーおーよかったよかったよかった。払ってきた。さすがさすが。はい。はい、宮本さんも入ってもっと、はい、行きまーす。カメラそこ。じゃ行きまーす、はい。動画ですから動いてますよ。よーい、スタート。ありがとう。イエーイ。山ちゃんありがとう。それでは行きます。最後にじゃいけん。はい。誰かに勝ったけど誰かに負けてるよ。ありがとうございます。バイバイ。カットです。